じゃあ6回目になりましたので、今回も、臨空検査センターに来ました。今日ご紹介するのが、スペクトロの材料分析器です。材料が、どの成分でできているか、実相当に何に相当するのかというのを、調べることができます。これは表面だけしか測らないので、部品を破壊することなく表面から測定することができます。測定結果がこのようにありまして、これ鉄工所ではうちだけぐらいしか持ってないと思うんですけど、材料証明書でして 92% の確率で SKD11 でしたみたいなことを測定していきます。実際ちょっと測定始めてみます。非接触ですので、どこに入れてもちょっと X 線が出るんで、それだけちょっと注意してほしいんですけど、はい、入れました。はい、今測定中ですね。はい、出ました。このように S28 相当ということが判明しました。成分もご覧の通りです。今まで工業センターに出してたようなものも3分で測ることが可能ですので、ただ弊社では測定だけっていうのは受け付けていません。あくまでも鉄工所ですので作る方からお願いします。続きまして、実相当で A のアルミの7075をちょっと測ってみたいと思います。はい、こちらに測定結果が出ています。A の7075、位材が 12% ですので 88% の確率で A の7075ということが、判明しました。はい、このように、材料分析も弊社では行うことができます。ぜひ安心して、ご購入ください。